ワクワク私たちの学校給食、アサピーと一緒に探検しよう。ここは尾張旭市学校給食センターです。市内の小学校9校、中学校3校の合わせて12校の給食を作っています。給食センターでは1日に8000人分の給食を作ることができます。ここは研修室です。研修とは食材が注文した通りに届いたか、温度や鮮度に問題がないかを確認して受け取ることです。ここは野菜下処理室です。野菜を洗いながら傷んでいるところはないか、泥やホコリがついていないか一つ一つ確認していきます。下処理室から送られてきた野菜は上処理室に入ります。ここでは連続して野菜を切ることができるスライサーなどを使って決められた大きさに切ります。ここは煮炊き調理室です。大きな釜に食材を入れて煮込んだり炒めたりします。出来上がったらクラスの人数に合わせて配管します。ここはゆで釜室です。和え物やサラダの野菜をたっぷりのお湯で茹でて冷却器という機械ですぐに冷まします。ここは和え物室です。食材の温度が上がらないように注意しながら混ぜ合わせます。ここは揚げ物、焼き物、蒸し物調理室です。フライヤーという揚げ物を作る機械とロースターという焼き物や蒸し物を作る大きな機械があります。ロースターでハンバーグを焼いています。蒸気を使って焼くことができるので美味しい焼き物や蒸し物がどんどん出来上がります。食物アレルギーのある児童・生徒を対象に専用のアレルギー調理室で給食を作っています。出来上がった全ての給食がコンテナプールに集まりコンテナに積み込まれます。給食を乗せたトラックが皆さんが待つ学校へと出発していきます。6台のトラックで市内の小中学校へ配送していきます。待ちに待った給食の時間です。この日のメニューは何でしょうか。ミルクロールパン、牛乳、ハンバーグのイチジクソースかけ、枝豆サラダ、コーンスープです。ハンバーグのイチジクソースには尾張旭市の畑で採れた美味しいイチジクを使っています。いただきます。食べられずに残してしまった給食はそれぞれ食感に戻しますが、皆さんが残した食べ物はどうなるのでしょうか。ここからは洗浄の時間です。給食センターでは食べ残した量を調べた後捨てています。給食は皆さんに必要な栄養を考えて作られているので食べ残すと栄養不足が心配です。苦手な食べ物も自分の体のためにもう一口食べてみましょう。空っぽになった食感は洗浄機の中を通りきれいに洗浄されます。コンテナから取り出した食器や箸などは専用の洗浄機できれいに洗います。皆さんの学校から帰ってきた飲み残しの牛乳は給食センターの外にある倉庫で捨てられています。1日あたりおよそ200リットル、牛乳パック1000本分の牛乳を毎日捨てています。牛乳には
私たちの体の成長に必要な栄養がいっぱい詰まっているので、できるだけしっかり飲みたいですね。皆さんへ給食が届くまでには、献立を考えてくれる人、調理をしてくれる人、給食を運んでくれる人、お米や野菜を作ってくれる人など、たくさんの人が関わっています。そして食べることは命をいただくことです。よく味わって感謝していただきましょう。